やりすぎだよお前。第1打席右に塁打矢印三盗成功48-50。第2打席右前敵地打矢印二盗成功48-51。第3打席左中間2点2塁打。第4打席49号2ラン49-51。第5打席50号2ラン50-50達成。第6打席51号3ラン51-51。6打数6安打3本塁打10打点。シーズン本塁打の球団新記録、シーズン打点の日本人新記録、自身初の1試合3本塁打。史上初の1試合3本塁打2盗塁、球団初の1試合10打点、史上初の1試合10打点1盗塁。史上初の1試合5安打複数本塁打複数盗塁、前人未到の50-50-51-51、自身初のプレイオフ進出。漫画でも金な展開しねえよ。俺何かやっちゃいました？生涯成績でもこれ以下のやついくらでもいるだろうな。これもうパワプロだろ。こんなんじゃ漫画にもならないから、神様は一平を登場させたんだろうな。一平これが見たかったんだ。このために悪を引き受けた成人。さすがに草野球壊れる。もう誰も批判できない息だな。神を見た。漫画だと打ち切りだな。俺でも見るのやめるレベル、つまらなくなる、ありえないから。俺が投手なら緩い球投げてホームラン打ってもらうわ。大谷が50-50を達成した時の対戦投手として記録に残る。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな状態。さすがにやりすぎだろ。これ何かの法律に引っかかるんじゃないのか。二刀流はどうすんだろ。おかしなことやっとる。点差ついて盗塁できなくなったからって本塁打に切り替えるのやめえや。満票うんぷぷ。打点王ほぼ当確、 OPS も 1.000 に乗せた。ジャッジまであと2本。プロ野球の打点王が今70打点ぐらいで争ってんのに。しかも怪我でリハビリ中という設定付き。先月は50-50でもギリいけるかどうかと思ってたんだが、今は55-55もいけるんじゃねと思ってしまう。あとはサイヤング取れば大谷伝説完成か。来季は最多勝と未完王でよろしく。これもう投手やらないでよくね。今まで投手ってハンデがあったからバッター専念してなかったわけだろ。ちなみに相手投手は忖度してるの？6打席目は野手が投げたが容赦なく HR 打った大谷さん、マジ鬼畜。言うて野手の投げる棒球は緩すぎて力んで飛ばせないバッター多いみたいやけどな。う3本目の切り抜き見たけど、あのピッチャー歩かせようとして投げてるの？それともああいう投げ方なの？野手が投げた。あのピッチャーは本当は野手らしい怪我したから仕方なくピッチャーやってるんだって。大差がつきすぎてピッチャー温存のために野手が投げてるから、30本打てる日本人なんて現れんだろうなと言われてたのにな。ここ数年で一人で全部塗り替えてしまった。打者に専念して体作ってるらしいけど、投手できるんかね。まあできるんやろな。本人曰く投手をやりながらの方が調子がいいので、今年の打撃はいまいちなんだと。来年怖いわ。こんな偉大な選手は今後は出てこないだろう。やばいな。俺もすごかったけど大谷はその俺よりもすごい可能性出てきた。これもう俺を超えたろ。過去だけじゃくて未来でもこれ以上の日本人選手はいない可能性あるな。雑魚狩りしてるだけじゃん。おとといその雑魚に大量点差つけられてた。侍なのに武士の情けを知らないとか言って向こうで叩かれまくるだろうな。普通に野手が登板しても割とみんな打ってるぞ。走ったらダメ。イチローや青木が投げたこともあったが普通に打たれてたからマナー違反とかはないね。ロボトミーで脳のリミッターをカットしたのかも。パワプロで最強選手作ってもこんなに打たねえよ。チームは優勝できたら完璧。
大谷さんが打点王取ったら投打の主要タイトルで日本人がまだ獲得できていないのは最優秀防御率だけになるな。それも大谷さんに取ってもらいたいけど規定投球回数を満たすのが厳しすぎるな。昨日はいけるかなと思ってたのに朝起きたら50、50達成しててくさ。あと11試合で2本打てるかなとか心配してた俺らがバカみたいじゃん。何1試合で決めてんだよ。朝起きてこのスレタイ見た時にはいはい嘘嘘って思ったけど本当でもう意味がわからない。来年やることなくね。さすがに今年が全盛期だろ。来年はサイヤングと未完王や。